空母の飛行甲板に装備された5つの秘密。艦載機を安全に発着艦させる仕組み。全長333メートルの巨大な艦艇、それがアメリカ海軍の原子力空母だ。その長さは東京タワーを横にした状態とほぼ同じであり、航空機のためのあらゆる設備が備わる動く航空基地といっても過言ではない。乗員は航空部隊を含めると6000人にも及び、艦内は長期の作戦行動に耐えられるように様々な工夫が施されている。空母の任務は多くの航空機を搭載し、それを護衛するイージス艦や原子力潜水艦とともにストライクグループを編成して、地球上のいかなる場所においても迅速にその戦力を投入することである。今回は前半と後半の2回にわたって空母に備えられた様々な仕組みに迫り、その機能や特徴について解説していこう。同時発着艦を可能にしたアングルドデッキ。1950年までの空母は船体の上に1枚の板を乗せているような直線的な甲板のみであった。しかし着艦時にうまく減速できない場合、飛行甲板で待機している航空機に突っ込むといった大事故が起きるリスクを抱えていた。この問題を解決したのがアングルドデッキである。現代の空母の甲板には2つのレーンがあり、空母後部側から斜めに伸びた約270メートルのレーンは任務を終えて帰ってきた航空機が着艦する滑走路である。飛行作業を終えた航空機は空母の進路に対して若干斜めに進入して着艦する。また飛行作業がない場合は待機する航空機の駐機場も兼ねている。このレーンは空母の船体に対して約9度の傾きがつけられているが、ミッドウェーのように13度の角度がつけられた空母もあった。しかし角度がつくほど空母の進路との差が大きくなり、着艦が難しくなるため現在は9度になっている。飛行作業中は着艦レーンに待機している航空機はないため、仮に着艦に失敗して減速できなかったとしても、そのまま加速して飛び立ち旋回して再度着艦を試みるということができる。一方、空母全部の飛行甲板が発艦用レーンとなっており、カタパルトで加速して射出する仕組みとなっている。空母はなるべく短時間に多くの戦闘機を発艦させられる方が戦力的に有利である。アングルドデッキのメリットとしては、発着艦を効率よく同時に行えるといった点が挙げられる。着艦用のレーンは船体から左舷側に大きく飛び出しており、船体の重量バランスを取るために艦橋は右舷側の張り出した位置に設置されている。ちなみに帝国海軍の空母赤城は建造当時、発着艦の効率化を狙った複合甲板で、上段が発着艦兼用、中段と下段が発艦専用という世界でも珍しい三段式飛行甲板という構造であった。現在のアメリカ空母は全長330メートルを超えるとはいえ、陸上の滑走路と比較するとその距離は短い。その短距離で発着艦を可能にするために空母に装備されているのが、カタパルトとアレスティングワイヤーという装置である。カタパルト発進とアレスティングワイヤーによる着艦。カタパルトとは空母の甲板上に設置され、艦載機を短距離で射出するシステムのことである。当初はスプリングにより加速させていたが、機体の種類により加速度を変えられないことから衝撃に耐えられず空中分解するなどの事故も起きた。また火薬、油圧、圧縮空気などのカタパルトも開発されたが、航空機の発展に伴い機体重量が重くなっていったため、これらの発艦方式では限界に達していた。現在ニミッツ級に装備されているのは蒸気の力で加速するスチームカタパルトである。甲板上に設置された溝の上をシャトルと呼ばれる台が高速で滑り、シャトルに連結された機体が引っ張られて慣性により飛び立つという仕組みである。甲板下には2本のシリンダーが埋め込まれており、その中を蒸気圧で押されたピストンが走る構造である。ニミッツ級のカタパルトは重量35トンの戦闘機を
2秒で時速 257km という発艦速度まで加速させることができ、その加速度は 3.5G に達する。一方、飛行作業から帰ってくる航空機を停止させる装備がアレスティングワイヤーである。カタパルトなしで甲板の傾斜を利用する、いわゆるスキージャンプ方式という方法で発艦させる空母は存在するが、アレスティングワイヤーなしで着艦できる空母は存在しない。アレスティングワイヤーは飛行甲板上を横切る形で貼られており、着艦してくる航空機の後部から下ろされたアレスティングフックを引っ掛けることで停止させる仕組みである。ワイヤー自体は甲板上に密着しておらず、スプリングで10センチほど浮いた状態になっている。これは確実にフックを引っ掛けることができ、かつ車輪が乗り越えられる高さに設定されている。1本目で引っ掛からなかった場合に備えて、ワイヤーは間隔を空けて合計3本が貼られている。毎回1本目のワイヤーに引っ掛けられるパイロットは腕が立つと言われている。ワイヤーは単に貼られているわけではなく、アレスティングギアという甲板下の制動装置とつながっている。制動装置の中には水とエチレングリコールといわれる液体で満たされており、車のショックアブソーバーのような構造でワイヤーの張力を調整する。また機体のトラブルでフックが出せないなどの緊急事態に備えてクラッシュバリアーも装備されている。クラッシュバリアーとブラストデフレクター。着艦してくる航空機はスロットルを絞ってエンジン出力を下げつつ侵入してくる。そして飛行甲板にタッチした瞬間にスロットルを全開にしてエンジン出力を上げる。なぜ停止しなければならないのに出力を上げるのだろうか。その理由はフックがどのアレスティングワイヤーにも引っかからなかった場合、そのまま飛行甲板を通過して発艦可能な速度にするためである。出力が足りない場合、そのまま海に落下してしまう恐れがあるからだ。フックがワイヤーに引っかかったならば、速やかにスロットルを戻して停止する。機体のトラブルなどでフックや車輪が降りない場合は、バリケードにより強制的に停止させることになる。その役目を果たすのがクラッシュバリアーだ。飛行甲板の中央あたりに2本の支柱を立て、その間にナイロン製のバリアーが貼られており、そこに向かって機体が飛び込んでくる。ナイロンバリアーが機体に絡むことで強制的に停止させるための緊急用装備である。当初はナイロンではなくワイヤーが貼られていたが、機体が損傷したりコックピットを突き破るなどパイロットの命にも危険が及ぶため、現在はナイロン製のネットになっている。クラッシュバリアーで停止した航空機はまるで網に絡まった鳥のようなみっともない姿を晒すことになるが、海に転落するよりはマシである。また甲板上にはブラストデフレクターと呼ばれるプレートが装備されている。これは高温高圧のジェット排気によって他の機体や作業員に被害が及ばないようにするための機体後方にある壁のことである。ブラストデフレクターは防護壁の役目を果たし、ジェット排気は情報に向くため、次に発艦する機体はすぐ後ろで待機することができる。発艦後、この壁は油圧により倒れて甲板と一体化した後、待機していた機体が前進する仕組みとなっている。ブラストデフレクターは1枚の壁ではなく複数枚で構成され、エンジンが単発か双発かによって枚数や角度を変える。また熱による変形を防ぐために内部には冷却水が循環している。今回は空母の飛行甲板の装備や仕組みについて解説してきたが、後半では空母の心臓部ともいえる原子炉の構造や炉心交換にスポットを当てて解説していこう。